第50回。わお。ハーフウェイだね。ハーフウェイすぎる。第50回、なほながトーク。今日は NWSL ドラフトトレード制度についてということで、はい。やっていきたいと思います。よろしくお願いします、皆さん。お願いします。まあね、あんまり私も詳しいことはわからない。ルールに関しては。けどね、話したいポイントがやっぱいくつかあったのよ。なんかそれについてちょっと話せていけたらなと思いまして。あとはやっぱせっかく移籍したし、プレシーズン始まった？うん。2日からか。もう始まってる？もう始まってる。うん。まあその辺の話もちょっと聞きたいよね。OK。でも今日練習でしょ？今日練習これから。まあ本当に伸ばせないだろうから。うん。こっちの22時半か。そう。終わらせるんで。うん。その辺の話を聞ける余力を残していきたいなという希望です。どうぞ、よろしくお願いします。お願いします。そのエクスパンションドラフトがあったじゃん。うん、去年にさ、2チーム増えたじゃん。ベイ FC と、ユタ。うん。うん。この2チームのエクスパンションドラフト。皆さん、エクスパンションドラフト分かってますか？うん、もっと説明して、もう最初の最初から説明して。NWSL はドラフト制度なんだよね。そう、それでそう、新しく2つチームが加わるということで、そのクラブが他のクラブから2選手ずつ取ってっていいっていうドラフト。これはルイビルが加入する時もあったんだよね。ありました。それで長ちゃんはルイビルに連れてかれたんだよね。そうです。はい。まあ、そのドラフトがねあったんですけれども、でこのドラフトが行われるもうほんと直前まで、もう各クラブがまあやっぱ全員プロテクトしたいから、プロテクトっていうのはそのドラフトでピックアップされないため選手を各クラブ11人、ね、8人だったかな、1だもん、まで設定できます。でそのプロテクトした選手がピックされることは絶対にないですという、はい、それがプロテクトです、はい、プロテクトです、はい、で、はい、8人しか守れないので、で各クラブはもう8人以上やっぱ守りたいわけなので、そのエクスパンションドラフトのチームに、その新しく入るチームに行きたい人をもう先にトレードして、うん、でその代わりにその全選手のプロテクトする権利を得るみたいな交渉をもうほとんどのクラブがやったの、それを。で結局なんかプロテクトしきれなかったチームがもう3つか4つぐらいしか残んなくて、でそれもさ、ベイ FC からのプロテクト、ユタからのプロテクトって両方をプロテクトできたチームが多分7チームか8チームぐらい、うん、で、まあ、どっちかからだけプロテクトで できたチームがそれ以上だったのかな。だから本当に限られた選択肢しかなくて、でそのドラフトもで結局これやる、うん、もうその時点で私はやる意味これあるのかなって思ったの。うんうん、まあ、言っちゃえばデキレースみたいなことよね。そう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 。だからそのドラフトがねやる前からなんかそうやってプロテクトできるっていう、そういうトレードをできるのであればこれやる意味なくないって思ったのがまず一つね。でプラスそのプロテクトされなかった選手で移籍したくなかった選手が、うん、こう引き抜かれて移籍することになってしまうみたいなのが結構起こるじゃん、これで、うんうんうん、でこれが私の一番のこの論争のポイントで、これってなんか人権が剥奪されてるようなもんではないかって思ったわけです。でこれをね、なんかアメリカはそういうところをなんか大切にする国だと思ってたけど、うんうん、なんか真逆のことやってませんかみたいなこと思ったの、うんうんうん、っていうところを議論したいなと思って。まずその1個目の件だけど、うん、まあ、確かにそれ前回もなんかそんな感じ、なんかなんて言うんだろう、なんか水面下で動いちゃうってことよね。そう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 、全部だから表向きは一応ルールの中ではやってるんだけど、だからでもそのルールを OK にしちゃってたら結局はじゃあもうそのドラフトやる意味ないじゃんのやつってことだよね。そう、そう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 。だからこれ何のためにやってるんだろうって考えてて、なんかテレビでもさ、こう中継されててさ、うん、あ、そのエクスパンションドラフトもされてたの？されてた。
なんかまあ一つなんかこうリーグが注目されるためだけのものであるのであれば、うん、なんかそれをなんか天秤にかけて選手のそういうね、うん、なんか生活を奪うじゃないけど、もうそのレベルじゃん、うん、本当に、うんうん、で そういうことするのはどうなのかなっていう、うんうん、で今回もさ、あの友達だったレイチェル・ヒル、うん、がさサンディエゴからさベイ FC にさトレードされちゃってさ、うん、エクスパンションドラフトで、まあ、いろんな人から聞くけど行きたくなかったっていうのを聞いたし、で、まあ、エクスパンションドラフトだけじゃなくて普通のトレードもそうなんだけど、今うちのチームに来た選手も急にトレードされてきた選手が来たのね、うん、はい、CC カイザーカンザスシティから来たんだけど、それも本当に選手になんかクラブから何もこう話がなく急にトレードが決まったって言って引っ越してきたみたいな、うん、でその選手はもう家も持ってて、うん、でも全部そこから荷物を引き出してもう1週間ぐらいで全部パッキングしてきたとか言って言ってて、だからそういうのとかもどうなのっていう、選手に何も権利ないじゃん。そこさ、なんかまあそれそういうその状況はさ、その、うん、なんていうの、ドラフトではなくてもトレードの方です、うん、まあいくらでも見てきたけどさ、うん、なんかまあそれこそプロだなって思うことも思ったし、うん、でもなんていうの、それがさ選手の意見も選手に話を聞いてるっていう話を聞く時もあれば、あ選手ノーとは言えないよね。なんかね、その、まあ、自分がトレードしてほしくてそうやって話かにクラブに話しに行くっていうパターンはあるけど、うん、そのパターンともう急にトレードされるみたいなパターン、うんうん、なんか私が見てきた感じだと、うん、なんかいやすごい分かんないけど、うん、フィルターかかってるかもしれないけど代表選手はある程度なんかわがまま聞いてもらえるみたいな、あそれはあると思う、うん、フィルターかかってるかもしれないけどそれはあると思う、やっぱそうよねなんかそのあそこに行きたいもそうだし、うん、いやここから出たくないもそうだし、うんうんうん、それはあるね、なんか、うん、ある程度そのネームのある選手はなんかそういう扱いをされないってのはあるかもしれないね。そこの移籍等々に関してはさ、別に代表は全然絡んでないもんね。絡んでない、うん、あなたはこのチーム行きなさいとか、うん、そもそもさアメリカのそのドラフト制度ってさ、あそれこそカレッジのドラフト、あカレッジのドラフト、あれも私はもうちょっと疑問なのよね。そうなんか今回はさすごく華やかな感じだったの、うん、だったね、演出がもう以上にね、うん、そうでもさ彼女たちはさ、ただあのドラフトでピックアップされただけ で契約を勝ち取ったわけじゃないじゃん。あそうなの、そうだよ、そう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 、うーん、その契約する権利を得るだけだから、あ向こう、チームクラブがね、チームそうプラシーズンでトレーニングに参加して、んーでそのまま直で、まあ、あなんだそのまますぐ契約する、ね、ドラフトの選手とかもいるけど、でも大体はその練習して、うん、それで本当開幕する1週間ぐらい前になんか決まるみたいな感じなの、契約できるかどうかが。なんかそういうのもなんかただ君たちは契約する権利を得ただけなのに、なんでこういう風に華やかな感じで盛り上がれるんだろうっていうのはすごく疑問だったの。なんかそれをすることによってなんかそういう選手たちがにちょっと勘違いが生まれるんじゃないかっていうのもちょっと思った、うん、特にカレッジだとね、うんうんうん、だからなんかその時代になんかちょっと合ってきてないなっていうのを感じるの、このドラフトとかもそうだしトレードとかも含めて、その女子サッカー界っていうのがやっぱ大きくなってきてるじゃん、移籍の、そうだね、動くお金も出てきてるし移籍金とかも発生するようになってるから、うん、うん、なんかそういうなんていうの、まあこれはあれかもしれないけどビジネス的にこう大きくなれば、うん、なるほど、そこには多分それこそその選手の意思っていうところも